足の指が使えないんだよね。使えない、右は特にダメで、うんうん、右は、はい、まあ、じゃあ左からまずいきます。じゃあ膝曲げで、うん、外に開いて、指をこうちょっと 丸めてきてもらっていい、うん、でこの感じで、まあ、確かにちょっと使えてるけど弱い感じが、弱い感じがあって、でこれで軸を使えてないってことなんで、これが足まで来ちゃってる、足先までこうみんな軸が崩しちゃってるん でこうして、外に一回押してもらっていいかな。膝これ入らないんで内側を押してで、これでいいですか、力入れて、あ全然違うの分かるあれ、うん、あれってぐらい、うん、全然違うんで、これを脳に覚え込ませて OK。 で今度はこっちの軸で外ですね。でまた同じように、まあ、こんな感じで、はい、入らん、これ入ってる、はい、すごく多分強く入ってる、うん、でこんな感じで一回下ろして、じゃあね、右の方がね入らないから、もう一回膝曲げて足広げで、指を丸めてきてください。もうこれもう入らないっていうよりもそこに意識がいかないぐらいの、いかないぐらいなんで、これもね、まずチャクラを仮にね、こうちょっとこの反りを作ってあげて、で右手の反りを作ってあげて、で足首と膝ですね、で外に押してみて、ここに今軸が一つできたんで、つながったんで、指を丸めてください。ほら、わかりました。大きな声で言ってもらっていい？はい、指が動く、うん、すごいね、すごいこう動くじゃんけん、うん、こうしてこっちの違う軸をね、また使わせてもらって、こっちでここね、膝内側、はい、そうそう、ここで止まるんで、指をグッて、うん、そうそうそう、まあ、こんなに力が伝わってくるから、小指がね、うん、もう全然違うしね、これで一回じゃあちょっと立ってもらっていいかな、ちょっと映るかどうかわかんないけど、はい、うん、で足の指もう一回確認してもらっていい？うん、もう使えてる感じってある、うんうん、そうです。だからもう浮き指もこうやって1分ぐらいで治っちゃうみたいな、うん、そんな感じです。はい、じゃあまた見てみてください。はい、面白いでしょ、うん、それに慣れて、この辺の動きが悪くなってて、うん、ちょっとでもかかとの高い3センチ5センチ程度でも履けなくなってきて、なんでかこの辺がなんかもう動かない、うん、今はどうする、つま先立ちもね、スムーズに動くんですよ、すごいでしょ、が、一回座ってみます、ね、これの、あ、それができる、ね、うんうん、それ映ってるか、いや、うん、それができなかった、できは、こんなにで、うん、スムーズにできないし、右は痛みがあったし、でもね、開いたままでも多分できると思う、うん、そうです。あ、そう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 、ね、たった1回でね、すごいよね。はい、じゃあこれ1回止めます。